あ、いや、おっ、おっ、おっ。みなさん、こんにちは。ポテチン TV のポテチンです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はお昼の長江石鯛釣りに行ってきました。夏はですね、ちょっと暑いのであまり長く釣りができないんですよ。なのでちょっとお家に戻ってきてオープニングを撮っております。それでは今回の長江の様子ご覧ください。どうぞ。あ、来た、当たってるってる。お、結構いい感じの当たりだった。結構勢いよく引っ張りましたね。あ、オープニングで言ったかもしれませんけど、今日の餌はトッポガニ使ってます。カニカニ、今日はね、よくわかんないカニじゃなくて、あのトッポガニだけ使ってます。今のでなかったら怖いね。さすがに今のじゃ取れないと思うんだけど、座っとこう。はあ、ウミガメ来た。めっちゃ大きいのが泳いでる。なんか黒い影があると思ったら、はいよ。今日の海は気持ちよさそうだね。石鯛いる？引っ込んじゃった。どっか行ったね。今日はですね、ちょっと気合を入れて、あのライブ配信の時にいろんな方から、あのにゃんこ先生用にって言ってお小遣いもらったから、こう気合入れて、ほら、こことここ。でここにもね、いる。いつもの。ね、気合十分でしょ。だし、ね、楽器柄だから釣れると思うんだけどな、今日。あとね、靴下はね、しましまなの。いや、もうこれで釣れないとかありえないわ。結構私、あの石鯛釣り行く時、しましま靴下率高いんですよ、釣れるように。あ、で今日もちゃんとあのシーチキン。シーチキン食べてきたよ。シーチキン美味しいよね。そろそろトッポガニ本領発揮していただきたい。すごいペタペタするな、このおろ。お、当たってるってる。さっきからね、こうこれぐらいの当たりが何回かあって、その後ピタッと当たりが止まるから、まあ、まだついてるだろうと思って回収すると素張りなんですよね。カニですよ。これぐらいの当たりで持ってくって、ちょっとなんか油断しないで今日は挑まないと、結構やばいのがいるかも。いい潮目が入ってきてるんですよ。ちょっとこう曲がってるから、ウミガメ。
こっちまでこう足元まで伸びてきてくれたらいいんですけど。ウミガメがさっきから気持ち良さそうに泳いでる。おう、え、なんかない、なんだ、なんだ、なんだ、やばいやばい、これやばいぞ。これはやばいぞ。でかいね。今の取られたかもな。いやー、耐えられなかったか、トッポガニ。あ、当たった、当たってるっていう。いやー、さっきのやばかったね。あれ、ほにしだよ。まだいてくれるといいけど。お、これはいいぞ、これはいいぞ。あ、いや、おっ、あ、いや、おっ、よし、来た、よし、おー、かかってる、かかってる、よっしゃ、おー、あ、やばい、こいつ、やばい、ちょっと待って、マイクが引っかかった、マイクが外れましたけど、ごめんなさい。でも、かかってるよ。よし。え、なんだ？なんか、すごい色のが来た。ちょっと。おお、あ、キブダイ、キブダイだ、やったー。おお、めっちゃでっけえ。せーの。取れちゃった。やった。やったよ。ちょっと待ってくださいね。よしよし。よし。やりました。キムダイの、こっちオスか。オスだ。ゲット。やった。お、はい。お、やりました。キムダイのオスです。やった。すごいね、いい引きでした。この歯見て、えげつない。なんかすごいね。いや、楽しかった。あ、今日はですね、ちゃんと持ってきたんです。偉かった。私偉かった。忘れ物しなかったよ。ここだ。45、46、47、48センチ。
美味しそうだね。やっとお土産できました。ちょっとね暑いから、はい、またつけておきたいと思います。一緒に帰ろうね。やりました。あ、タットル売ってる今動きがおかしかった。あ、これやばいな。いやいいですよ、活性が上がってきましたよ。いや、やったやった、チブダイやったぜ。いや、まだ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 これからですよ。どんどん行こう。今地合いですからね、逃すわけにはいかん。やっぱ座ってる方が当たる。見えてる。さあ、今回の動画ですね、ちょっと長くなってしまったのでここまでなんですが、次回のお魚はですね、本当に怪物級です。やばかったもうなんか笑いが出るほどやばかった。で、ガッチガチに締めてるのにチュルチュ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 って言うんですよ。なので、あの耳を澄まして、あの聞きながら、あの見ていただけるとより楽しめるかなと思います。で、今回の動画を見ていただけると分かると思うんですけど、あ、私ちょっとあの興奮しすぎて、あの48センチのヒブダイ、あれメスです。私ね、オスって言っちゃってたんですけど、メスがオレンジに青で、オスは青、じゃあピンクに青、あれ、じゃあ青にピンクがオス、なんかぐちゃぐちゃになってるけどね、あのちょっとあの比較、こっちがオスでこっちがメスですっていうのをテロップで出しておきましょうかね。すいません、あの間違えてます。メスです、今回釣れたのは。で、48センチのヒブダイであれだけのツッコミを見せるので、もう本当石田釣り、あ、今あの今年石田釣りを始めましたっていう方とかからもコメントたくさんいただくんですけど、初心者の方はもう特にジュン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 っていう、本当餌取りみたいな当たりからの初速ドーンっていうのが来るので、いや油断大敵。私みたいにあの当たり来ないなと思って、あの、あ、ウミガメ来たとか言ってたら竿とかリールとか一気にボーンって持っていかれるし、もう道具壊されたりもする方いると思うんですよ。なので、ね、怖いねだからあの、初心者の方だけじゃないんですけど、石田釣りをする方は油断せずに、ちょっとの当たりでも、当たりがあった時にはもうね、目をじーって見て、目を見たら、竿先をしっかり見て、いつドンって来てもいいように身構えて挑んでくださいね。次回、対怪物戦、皆さん楽しみにしていてください。それでは今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、あら、あのなんかそれでは2回言ったね、いっか、皆さんまたお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。